佐久市企画部広報広聴課の大島と申します。この度は第2次佐久市共同のまちづくり計画素案の説明動画をご覧いただきましてありがとうございます。本来であれば1月24日から27日までの間に4地区4会場において住民説明会を開催する予定でおりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から中止とさせていただきました。それに代わり計画素案の説明動画を作成いたしましたので、ご覧いただきご意見いただければと存じますので、よろしくお願いいたします。それでは第2次佐久市共同のまちづくり計画素案のご説明を申し上げます。まずはじめに計画の策定についてです。本市では人口減少や少子超高齢化などの影響により、多様化複雑化するニーズや課題に柔軟に対応していくため、市民と行政やさまざまな主体が協力連携して行動する共同のまちづくりを推進しています。平成21年度末に共同の指針を、平成22年度末には共同のまちづくり行動計画を策定し、24年度には市民活動サポートセンターを設置して市民活動を支援してまいりました。29年度からは現行の共同のまちづくり計画を策定し、市民活動サポートセンターを拠点として共同の意識醸成や人材団体の育成に取り組んでおります。この現行計画の計画期間が今年度末で終了いたしますことから、現在第2次計画について策定作業を進めており、この度はその素案についてご説明申し上げます。次に策定の経過についてです。第2次計画の策定にあたりましては、昨年4月以降、共同のまちづくり推進会議、市民活動サポートセンターとの共同により、前期計画の成果と課題を検証し、市民活動団体の皆様からもご意見をいただく中で、計画の骨子案をまとめました。この骨子案に対するパブリックコメントを実施した後、さらにまちづくり推進会議からご意見をいただき、より計画の最終形に近い素案として取りまとめたところです。現在素案に対するパブリックコメントを実施しており、いただいたご意見を勘案した上で、今年度中の計画策定に向けて手続きを進めてまいります。それでは次に計画素案の中身についてご説明申し上げます。まず1、はじめにです。冒頭にも申し上げましたように、人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響などにより、市民ニーズや地域課題が多様化複雑化する中で、行政だけでは対応が難しくなってきています。こうした状況に柔軟に対応していくために、市民と行政さまざまな主体が連携協力し合い、共通の目標達成や地域の課題解決に向けて行動する共同のまちづくりがより一層重要になっています。共同のまちづくりにより、多様な主体が参画して意見が反映されることで、暮らしやすい街が、また自らが主体的に参加することで生きがい、やりがいを感じ、地域への愛着が増す住み続けたい街が形成されていきます。この計画の取り組みにより、共同のまちづくりを推進することで、まちづくりに関わるすべての主体が互いの役割を理解し、それぞれの強みを生かしながら一緒に考え行動することで、誰もが安心して幸せを感じながら住み続けられる街を目指していきます。次に2、計画の策定にあたってです。括弧1、計画の位置づけについて、この計画は第2次佐久市総合計画基本構想の柱の一つである、人と地域の力が生きる共同と交流のまちづくりの実現を目指し、共同のまちづくりを推進するための方向性や取り組みを示すものです。括弧2、計画の期間については、第2次佐久市総合計画後期基本計画の期間との整合を図り、令和4年度から
令和8年度までの5年間とします。SDGs との関係について、特に目指すゴールは17パートナーシップで目標を達成しようとしております。次に3、協働についてです。1、協働に取り組む目的ですが、協働の手法によりまちづくりを行うことで誰もが暮らしやすい街を作っていくことを目的として、協働の考え方を広め実践につなげる取り組みを行っていきます。2、協働の定義についてです。協働とは、さまざまな主体が相互に理解し違いを認め合った上で、自立した対等なパートナーとしてそれぞれの資源や能力等を持ち寄り、共通の目標や課題の解決に向けて連携・協力し活動することを言います。右側の共同のイメージ図にありますように、一人では解決できない課題が出てきたときに、同じ課題や目標を持つ人や団体と思いを共有し、それぞれができることを持ち寄って連携・協力して課題の解決や目標を達成していく、これが共同の手法です。3、共同により期待される効果として、さまざまな主体がまちづくりに参加することで多様な意見が反映され、よりきめ細かいサービスにつながったり、それぞれの強みを生かすことで単体で取り組むよりも大きな効果を生み出すことなどが期待されます。続いて4、共同にふさわしい事業として、多くの市民が参画し主体となることが望ましい、お祭りや文化祭などのイベントや地域の実情に配慮して進める必要がある地域防災の事業など、事業の性質や参加者の役割などに応じて様々な形態が考えられます。5、共同の原則について、立場の異なる多様な主体が連携し共通の目的を実現するためには、対等なパートナーとして認め合ったり、共通の目標を共有したり、互いの自主性を尊重したりといった5つの基本的な原則を理解しておくことが重要です。共同の事例として、高校生と行政が地域貢献と環境保全というお互いの目標が合致し、企画段階から協力連携して特定外来生物を大量駆除した例を掲載しております。さまざまな主体が共同の意義や重要性を理解し、こうした共同事例が増えていくためには意識の醸成が重要になります。次に4、本市の現状と課題です。1、本市の現状ですが、これまで共同のまちづくりを推進するために市民活動サポートセンターの設置・運営やまちづくり活動支援金による市民活動の支援に取り組んできました。そして市民活動サポートセンターではSNS 活用による情報発信や各種講座・イベントの開催により、センター運営を活性化する中でセンターへの登録団体は増加しています。またさまざまな活動のコーディネート支援により、市民と行政、さまざまな団体同士の共同事例が生まれています。2、本市の課題ですが、人口減少や若年層の流出が続いており、若い世代の地元定着、UIJ ターンの促進が求められています。また、令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症など、新たな課題やニーズが生まれています。このような中で、共同のまちづくりの重要性がさらに増していますが、市民アンケート調査結果から、共同の意識醸成がなかなか進んでいない状況があり、引き続き共同に対する理解を促進する必要があります。次に5、基本方針及び方針ごとの取り組み項目です。本市の現状と課題を踏まえ、第二次計画においては、共同の意識醸成のためのこれまでの取り組みを、共同の実践や実感による理解の促進に重点を置いてさらに強化することを基本とします。そして、共同の意識醸成に必要な前期計画から引き継ぐ3つの基本方針を取り組みの柱としています。その上で、令和元年東日本台風による被害や新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた新たな視点を取り入れた取り組みを示していきます。さらに、
これまで進めてきた取り組みをもう一歩ステップアップさせる取り組みにもチャレンジしていきます。また様々な取り組みにおいて SDGs への貢献や DX による社会変化を意識して取り組んでいきます。次に基本方針ごとの取り組み項目について申し上げます。まず基本方針1、共同の意識を醸成し担い手を育てますです。括弧1の共同の意識醸成のための取り組みの中では、重点的な取り組みとして共同を実感できるイベントや対話の場の提供を挙げております。またオンライン講座や SNS を活用し、コロナ対策にも通じ、合わせて忙しく対面参加が難しい世代層へのアプローチの仕方を考え、実践していくことを挙げております。括弧に、人材団体の育成では、リーダー育成の講座開催や、ニーズに応じた相談支援の実施のほか、地域の課題解決に住人自らが取り組む活動への支援を挙げております。事例として、住民・消防団員等の共同による地域防災マップ作りの取り組みを紹介しておりますが、こうした地域の課題解決に向けた取り組みへの支援も重要な支援の一つと考えております。次に、括弧3、若い世代の参加と活動の充実については、若い世代が興味を持てるイベントの開催や、多世代による交流についての取り組みを挙げております。事例として、佐久地域の高校生、大学生が市民活動団体や地域の活動に参画し、地域課題を学び、地域の人と共に考え、行動する体験プログラム、佐久平地域まるごとキャンパスについて紹介しております。今年度は約70名の高校生、大学生が地域のあらゆる活動に参画し、市民活動団体や地域の活動を活性化しています。次に、括弧4の市の推進体制強化について、重点的な取り組みとして、共同の実践につながる市職員への研修を行うほか、チャレンジ項目として、研修プラス一歩の取り組みとして、共同の実践を促す町内における共同推進の仕組み作りについて検討実施していくことを掲げております。次に、基本方針に、活動しやすい環境を作りますです。市民活動や共同について情報を広め、市民活動を支え、人と人、団体をつなぐ拠点である市民活動サポートセンターの機能と役割をさらに強化し、共同を生み出す土壌を育てるため、団体同士のネットワーク構築などに取り組んでいきます。事例として、市民活動サポートセンター主催の市民活動交流会について紹介しております。こうした共同を学び、交流する機会を通して、人や団体同士をつなぐネットワーク作りを進めます。次に、基本方針3、参加・参画しやすい仕組みの充実を図ります、です。市民の皆様が町づくりに参加しやすいように、活動の財政的支援を行ったり、市政の情報発信や意見聴取の充実などに取り組んでいきます。括弧1、まちづくり活動支援金による担い手支援と参加の促進については、支援金交付による市民活動のサポートや、活動事例の紹介による参加のきっかけづくりなどの取り組みを挙げております。括弧2、校長機能の充実については、より多くの市民の皆様に市政へ参加いただけるよう、情報発信の強化や意見聴取方法の工夫などの取り組みを挙げております。括弧3、参加しやすい仕組み作りでは、チャレンジ項目として、誰もが自由に参加できる対話の場を地域の実情に合わせて作ることで、地域の課題を地域で解決する市民主体のまちづくりのきっかけを作っていく取り組みを掲げております。事例紹介として、まちづくり活動支援金の有料事業表彰式の様子を紹介しておりますが、このような地域の課題解決に取り組む自主的な活動が今後も増えていくように、市民の皆様と共に考え、実践していきたいと考えております。最後に、6、計画の推進体制・進行管理についてです。事業の推進にあたっては、共同のまちづくり推進会議において進行管理と評価をいただき、
市とサポートセンターが連携しながら計画期間内に継続的、段階的に進めていきます。現在、素案に対するパブリックコメントを実施しております。ご意見の募集期間は1月28日金曜日までです。郵送、ファックス、電子メールまたは持参の方法により市役所広報校長課へご提出をお願いいたします。直接ご持参の場合は各支所の総務税務係でもお受けしております。第2次佐久市共同のまちづくり計画素案についての説明は以上となります。この計画に基づき市民の皆様とともにより良い佐久市を目指してまいりたいと思います。長時間ご清聴ありがとうございました。